刑務所に20人の死刑囚がいる。全員の死刑が執行される直前に刑務所長が言う。最後に私と勝負しない？もしあんたたちが勝ったら全員釈放してあげる。ちょっとめちゃくちゃすぎない？とりあえず勝負の内容はこんなものだった。同じ見た目の箱が20個一列に並べられた部屋がある。20ってのは、この人たちと同じ数？ああ、これらの箱に、囚人たちの名前を書いたカードを1枚ずつ、無作為な順に入れる。さて、この部屋に彼らが1人ずつ連れられてくる。ランダムな順に？まあそうしよう。それぞれの囚人は、20個のうち12個まで箱を開けられる。もしかして、自分の名前を見つけろってこと？そうだぜ。自分の名前を見つけた囚人は、速やかに退出する。そして、係員が箱を元の状態に戻す。これをあと19人分繰り返す。この名前の箱はさっき開いてたけど。一人目が入室してからは、囚人同士のいかなるコミュニケーションも禁止される。箱にこっそり印をつけたりできないんだね。というわけで、二人目は一人目から何の情報も受け取れない。実質一人目と同じ状況かな。目標の名前以外は同じだな。で、12個開けて見つからなかったらどうなるの？全員死刑。え、全員？20人全員が自分の名前を見つけたら、全員釈放。で、一人でも失敗したら、全員死刑か。だから全員で協力して、できるだけ高確率で生き残りたい。裏切る意味はなさそうだね。一人目が入室した後のコミュニケーションは禁止だが、一人目が入室するまでは、20人で戦略を話し合って共有していい。戦略なんてあるの？さあ、全員助かる確率が 50% を超える戦略はあるだろうか。え、50%？ ああ、2分の1だぜ。普通に考えると、箱が20個あって、そのうち1つが当たり、12個開けて、その中に当たりがあれば OK。ってことは、1人当たりの勝率は20分の12で6割のはず。これを20回連続で成功しろっていうの？まあそうだぜ。何かルールを言い忘れてたりしない？しない。コミュニケーション禁止ルールの抜け道を探す問題でもないぜ。まあ、12箱までってのが妙に細かいしね。さあ、成功確率が 50% を超える戦略を提示するか、そんなものはないことを証明するか、選べ。囚人たちに1から20までの番号をつけて、全員が全員の番号を把握しておく。あいうえお順でいいかな。そうだな。箱にも、左から右に1から20までの番号をつける。さて、次の戦略を考える。部屋に入ったら、まず自分の番号の箱を開ける。もし自分の名前が出てきたら、ラッキー。ああ、以後は番号を名前として使うぜ。それはいいけど、自分の番号の箱を開いて意味ある？まあ聞いてくれ。自分以外の名前が出たら、次はその名前に対応する番号の箱を開ける。なんか適当じゃない？ここで自分の名前が出たら、ラッキー。出なかったら、出たやつの番号の箱を開ける？ああ、決着がつくまでこれを繰り返す。決着がつくってのは、自分の名前を引いてクリアするか、12箱開けても引けずに死刑になるか、だね。結局12箱開けたら終わりだから、一人一人の勝率は6割のままだよね。それはそうだが、全員がこれに従ったらどうなるか？ちょっと人も箱も多すぎるよ。そうかもな。6箱にしてみた。矢印は、箱の中身を表している。じゃあ、一人一人の動きを追ってみろ。1番は、まず1を開けて、4が出るから、次は4を開けて、6が出るから、次は6を開けて、1が出た。箱1と4と6が開いたな。もう十分かもしれないが、2番の囚人は？2を開けて、次は3を開けて、2が出る。箱2と3が開いたな。3番の人も、この2つを開くね。4番は、4、6、1。5番は、5を開いて終わり。6番は、6、1、4。こんな風に、それぞれの囚人は、自分が所属するサイクルの箱を全て開き、他は開かない。ってことは、元の話に戻ると、もし13箱以上のサイクルがあったら、その中の箱を全部開いちゃって、アウト。13箱以上のサイクルがなければ生き残れるね。というわけで、長さ13以上のサイクルができない確率を求める。難しそう。いや、長さ13以上のサイクルは複数同時にはできないから、長さ13以上のサイクルが一つできる確率を求めれば、それが失敗の確率になる。13、14、15、で20まで足せばいいかな。そうだな。20や13は少し多すぎるから、箱が8個の時に長さ5のサイクルができる確率を求めてみる。いいよ。確率と言ったが、番号の入れ方を数えて8の階乗で割ることにする。そうだね。まず、箱1、2、3、4、5がサイクルになるような入れ方は。これって要するに、5人が丸いテーブルに座る時の位置関係は何通りか、だよね。で、それは1番の人以外の並び方は何通りか。ってことで、4の階乗通り。残りの3箱への入れ方も考えるぜ。
こっちは何でもいいから3の階乗通りだね。これが箱1、2、3、4、5がサイクルになるような入れ方で、例えば箱1、3、5、7、8をサイクルにするのも同じだから。8箱から5箱選ぶ方法をかければいいのか。で、最初に言ったように8の階乗で割って確率を求める。これは、5分の 1? そうだな。同様に、20箱の時長さ13のサイクルができる確率は13分の1。長さ14は14分の1、長さ15は15分の1。で20分の1まで足せば、これが失敗確率かな。ああ。これが2分の1に届かなかったりするの?する。ギリギリだけど、0.5 なかった。ってことは、この作戦を覚えとけば捕まっても 50% 助かるね。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。